はい、プライバシー保護です。チャット GPT のバックグラウンド、コンバージョンズを無効にするをお伝えします。はい、こちらの方のニュースなんですけれども、マッシャブル .com にあったニュースです。オープン AI 社がですね、チャット GPT のモバイルアプリで、バックグラウンド会話を無効にする、新しいプライバシー設定をですね、導入していることが判明したんですね。これ意外とね、アナウンスがね、ほぼあんまりなかったんで、皆さんご存知なかったかなと思ったんで、こちらの方を、ニュースで取り上げてるやつをちょっと、お伝えさせていただこうかなというふうに思います。この内容なんですけれども、いわゆる音声で、チャット GPT をやる、スマホで音声でチャット GPT をやるときに、音声モードがですね、チャット GPT をちょっと閉じちゃってもバックグラウンドで動作し続けるんですよね。で、この動作し続ける内容っていうのが、こう会話を、そのまま扱っていけばいいんですけど、なかなかね、ちょっとね、通常のその、なんて言うんでしょう、プライバシーの機能がどうなってるのかっていうところとか、で、それを動作して、で、どんな感じになってるのかっていうのが全くね、分かってなかった感じで、で、しかも、これ設定ができなかったわけなんですよね。で、そこで、なんかサイレントアップデートみたいな感じで、しれーっとこれね、オフにする方法ができたっていうことみたいなんですね。で、実際にですね、この機能なんですけど、アプリ、利用中にですね、その行動を追跡したりとかっていう可能性があるみたいで、で、これが例えば学習されてたりとか、記憶されてたりとか、で、何かに使われてたりとかっていうことで、どうなってるのかっていうのが、ちょっとね、ブラックボックスみたいなんですね。で、ここ、マッシャブルの、ここの記事を書いてらっしゃる方が、オープン AI 社の方に問い合わせしたらしいんですけれども、ちょっと回答がですね、返ってこない。何もかもちょっと、不明だっていうことで、実際に何に使われてるのかっていうのはわからないっていうことみたいなんですね。ただですね、プライバシー思考をかなり優先する方であれば、もう即座にこれは無効にするっていうことをすれば、バックグラウンドでの会話には、成立しなくなりますんで、それ辺は、安心して使えていくのかなというふうに思います。はい。で、設定の仕方なんですけど、今めちゃくちゃ簡単でしてね。設定開きまして、音声のところで、音声選ぶところがあるんですね、音声モード。で、そこにバックグラウンドでの会話を、オンオフっていうのがあるんで、これをオフにしてください。で、これをオフにすることによって、バックグラウンドではもう、会話がしなくなるような形の設定になります。で、もし、この設定のタブ、ここの部分が出てこないなっていう方は、アップデートしていただければ、この内容が、追加されますんで、チャット GPT を、アップデート、アプリアップデートしてから、この設定をしてみてください。はい。で、これですね。去年の9月からですね、利用開始されてるんですけど、この機能が全くね、なかったっていうのもちょっとびっくりなんですけれども、オフにする設定を、した方がいいよっていうふうに、記事には書かれておりました。ちょっとここですね。はい。ここをオフです。はい。ちょっとね、このプライバシーのね、問題なんですけど、この記事書かれてらっしゃる方もですね、OpenAI 社の方に、これ、どうなってるんですかっていうふうに問い合わせして、回答がなかったっていうのがちょっと不安なんですよね。で、なぜ回答しないのか。もしかしたら普通の会話を学習しているところも全部その辺を記憶してで、ね、何かやってるんじゃないかなっていうことを、この記事を書いてらっしゃる方は言ってらっしゃったんですね。だから、ちょっとね、ついついそのお振るのを忘れてて、で、なんかお母ちゃんと喧嘩してる様とかがですね、学習されちゃったりとかして、で、なんかどっかで使われたりとか、いうこともあるかもしれないんで、日本人めちゃくちゃ多いですからね、こういうの、私は心配だわ俺は心配だっていう人めっちゃ多いと思うんで、そういう方は速やかにこれをオフにしてください。っていうお話でした。はい、6月3日 AI ニュース、川子がお伝えしました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルですね、動画が良かったなというふうに思う方いらっしゃったら、ぜひいいね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ちなみにですね、チャンネル登録後ですね、こちらの方の登録済みっていうところを押して、すべてっていうふうに切り替えていただくと、新着の AI ニュースの方がお知らせが届くと思いますので、もしよかったらそちらの方もよろしくお願いします。次回もですね、最新 AI ニュースの方をお届けしようと思いますので、よろしくお願いいたします。ご意見とかね、ご質問等ありましたら、コメント欄にお気軽にお寄せください。では、どうもありがとうございました。またね。